埼玉県第1区は、かつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。第23回から第33回までは、定数4。1975年の公職選挙法改正により1区を1区と、埼玉県第5区に分割。よって、第34回から39回は、定数3であった。中選挙区最後の第40回のみが定数4。1975年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。現在の2区、15区の全体、1区の大半、3区の一部が中選挙区時代の埼玉県第1区である。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数1003290人、投票率 60.00%。 第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数922021人、投票率 66.27%。 第38回衆議院議員総選挙7月6日、執行当日有権者数825609人、投票率 63.32%。 第37回衆議院議員総選挙12月18日執行当日、有権者数792941人、投票率 61.01%。 第36回衆議院議員総選挙6月22日執行当日有権者数75万273人、投票率 67.99%。 第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数73万9857人、投票率 55.62%。 第34回衆議院議員総選挙12月5日、執行当日有権者数70万6629人、投票率 62.97%。 第33回衆議院議員総選挙12月10日執行当日有権者数120万2626人、投票率 62.81%。 第32回衆議院議員総選挙12月27日執行当日、有権者数103万2003人、投票率56.93%。 第31回衆議院議員総選挙1月29日執行、当日有権者数851。179人、投票率 68.25%。 第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数63万4085人、投票率60.94%。 第29回衆議院議員総選挙11月20日執行当日有権者数50万2796人、投票率 62.48%。 第28回衆議院議員総選挙5月22日執行当日有権者数44万8731人、投票率 72.30%。 第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数40万1799人、投票率 69.54%。 第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数37万9305人、投票率66.02%。 第25回衆議院議員総選挙10月1日執行当日有権者数36万7989人、投票率 70.58%。 第24回衆議院議員総選挙1月23日執行当日、有権者数32万6577人、投票率 72.01%。 第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数31万2693人、投票率 67.32%。ありがとうございます。